SYK と書いてサイと言います。どうもサイチャンネルのサイです。このチャンネルでは映画の最新情報、復習、考察、小ネタ、感想を中心に扱っているチャンネルです。今回はジュラシックパークシリーズ第5作目ジュラシックワールド炎の王国の小ネタを10個紹介していきます。過去にジュラシックパークシリーズ過去5作品の復習動画をアップしていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。それでは早速いきましょう。さてまずは黄色のレインコートに関して、劇中冒頭おそらくミルズに雇われたであろう集団が海中に沈んでいるインドミナスレックスの骨を回収する場面があり、そのシーンの最後にはモササウルスに盛大に食われるという衝撃的な場面がありました。モササウルスに食われた人物は黄色のレインコートを着ており、1作目ジュラシックパークの先輩であるデニス・ネドリーも黄色のレインコートを着ていました。黄色のレインコートを着た人物はむごい死に方をするという共通点があります。2つ目はクレアの靴に関して、第4作ジュラシックワールドでクレアが初登場するシーンでは足元のヒールがまず最初に画面に映ります。その後の騒動でクレアはヒールのままパーク内を走ったりしていましたが、これはあまりにも非現実的でした。本作でもクレアの最初の登場シーンでは足元のヒールから始まりますが、ヌーラル島に行く際はちゃんと靴を履き替えているのが確認できます。ちなみにクレアが設立した恐竜保護団体、通称 DPG のツイッターのアカウントが実際に存在していますので、暇があればぜひチェックしてみてください。3つ目はデルガド議員。恐竜保護団体を立ち上げたクレアは社内でデルガド議員という人物と通話することになりますが、これは第3作ジュラシックパーク3に登場したスピノサウルスのコンセプトアートを担当したリカルド・デルガドから名前を取っています。4つ目は杖に関して、今作で初登場したロックウッド財団のベンジャミン・ロックウッドは蚊が閉じ込められている琥珀の杖を持っていました。これは彼の旧友ジョン・ハモンドが持っていた杖とお揃いのものです。5つ目はジミー・バフェットに関して、前作ジュラシック・ワールドで翼竜たちがパーク内の人々を襲うシーンは印象的でした。そのシーンではマルガリータ・ビルという飲食店が一瞬だけ画面に映り込みます。これは音楽家ジミー・バフェットの代表曲でもあり、ジミー・バフェットは実際にレストランマルガリータ・ビルを開店させています。またこのシーンではジミー・バフェット本人も仮面を出演しています。そして今作ではすっかり廃れてしまったジュラシック・ワールド内にマルガリータ・ビルの看板が確認できますので、ぜひ探してみてください。6つ目はブラキオサウルスに関して、火山活動が活発化したヌブラル島に訪れた一行が最初に遭遇したのは巨大な草食性恐竜のブラキオサウルス。第1作ジュラシックパークでアランとエリーがヌブラル島で最初に目撃したのもブラキオサウルスでした。今作の監督 J.A. バヨナ曰く、この2つのシーンのブラキオサウルスは同一個体とのこと。また第1作のこのシーンでブラキオサウルスは後ろ足で立ち草木を食べていましたが、今作では崩壊していくヌブラル島に取り残されたブラキオサウルスがこれと同じ姿で煙に包まれていました。7つ目は車に関して、オーウェンがヌブラル島でブルーと再会したシーンでは背後に仰向けになった車が確認できますが、これは第1作ジュラシックパークでレックスとティムが乗っていて T-Rex に襲われた際に木から落ちたあの車と同じものだと考えられます。8個目は T-Rex に関して、今作でも T-Rex は登場しますが、その首には痛々しい傷跡が目立ちます。これは前作ジュラシックワールドでインドミナスレックスにつけられた傷です。9個目は7337に関して、今作の監督を務めたのは J.A. バヨナという人物。そのバヨナの出世作となったのが永遠の子供たちインポッシブルですが、これらの脚本を務めたのはセルヒオ・G・サンチェスという人物です。セルヒオ・G・サンチェスは7337という短編映画を2000年に制作していますが、今作でグンナー・エバーソルがエレベーターに打ち込んだ4桁のコードも7337でした。おそらくこれは監督の J.A. バヨナがセルビオ・G・サンチェスに向けた感謝の意でもあったのかもしれません。10個目は爪に関して、インドラプトルがメイジーの部屋に侵入するとき、インドラプトルは自身の爪で床をコツコツと叩いていました。1作目ジュラシックパークでもベロキラプトルがレックスとティムがいるキッチンに侵入する際に同じような行動をしていましたが、これはラプトル特有のコミュニケーションと言えます。はい、いかがでしたでしょうか。次回作ジュラシックワールドドミニオンの情報も徐々に公になっており、それに関する動画も出していますので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。